原が近づいてバースト読んでまた入る。大悟梅原、梅原 to live is to game。 格ゲー界の神に愛された男梅原大悟、勝ち続ける意志力っていう小説というか、まあ自伝本を出したと思うんですけど、これね漫画なんです。梅原の漫画が読めるんですよ。ここにちゃんと、まあ、プリントですけど、梅原っていう、ちゃんと直筆のサインみたいなの入ってるんですよ。梅原サインね。この海外ゲーマーが激震したという梅原のサインが入ってるわけですよ。梅原大悟完全監修により実現したゲームファン必見のエンターテイメントコミックが誕生。ハイスコアガール、なんだあのハイスコアガールの押し切り先生も推していると。で、これね、梅原はまあ監修なんですね。梅原漫画描けるわけじゃないからね。まあ梅原が監修した梅原の本と。一番好きなのはまあ、マーダーフェイスですけどね。マーダーフェイス一番好きですけどね。アイスエイジね。うん、アイスエイジ一番好き。まあ、で、サコさん。まあ、サコさんのプレイはもう凄まじい。もうあれ見てるだけで幸せになれる。あの、サコさんも好き。で、梅原はやっぱ、大会でね、どうしてもやっぱ梅原は何か持ってる。あれ、なんだろう、すごいよねって思う。マッドキャッツですよ、マッドキャッツ。私はマッドキャッツの、デバイスは一個も持ってませんけどね。持ってませんけど、まあ、マッドキャッツですよ。今届いて、まだ読んでないんです。なので、中身の、レビューというかそういう感想はないんですね。まあ中身の感想言っちゃったらつまんないしね。まあ皆さんもね、梅原読みましょう。梅原大悟。日本人初のプロゲーマーですからね。もうこの最初のカラーが2ページだけあるんですが、ここはもうあの、レッツゴージャスティンのね、排水の逆転劇。そこが2ページ、カラーで載っていると。まあ、そんな本でございます。皆さんよかったらね、興味ある方、梅原大悟。漫画、梅原 to live is to game。 よかったらご覧ください。バイバイ。